長身のイケメン俳優として人気の岡田将生。彼の名前を検索すると、スキップという関連ワードが出てきます。藤原竜也とも何か関係がありそうなのですが、一体どういうことなのでしょうか？目次、岡田将生と綾瀬はるかが熱愛。岡田将生はスキップできない。岡田将生と綾瀬はるかが熱愛。岡田将生はさすがのイケメン長身俳優だけあって、これまで熱愛の噂も立ってきました。ですが、ほとんどの場合、ドラマなどでの共演が元で、起こった熱愛話で、大きな進展が見られた関係はほとんどありませんでした。ざっと、これまで噂になった女性の名前を見てみましょう。井上真央、北川景子、剛力彩芽、綾瀬はるか、長澤まさみ、藤本咲、田中里奈、といったところでしょうか。この中に綾瀬はるかの名前もあります。岡田将生と綾瀬はるかは映画、秘密のアッコちゃん、で、共演した間柄です。映画の舞台挨拶で、綾瀬はるかが高いヒールのブーツで、登場して2回もつまずきそうになって恥ずかしがっているのが、岡田将生のツボにはまったようでずっと身をよじって、笑っていたそうです。そんなほのぼのする関係から上った噂とも言えそうですが、やはり、特にその後の進展はなかったようですので、仲良し共演者の域を超えた話題ではなさそうです。岡田将生が唯一、複数回にわたって話題になり、もしかして、という可能性があるのが、相乗り桃です。彼女との関係については関連記事にまとめていますので、そちらをご覧ください。岡田将生はスキップできない。岡田将生が苦手なものとして、スキップができないそうです。以前、映画の試写会にサプライズゲストとして、共演者の、忽那汐里と宮川大輔と共に壇上に上がりました。その時、監督が、撮影のエピソードとして、忽那汐里がスキップしたのを真似しようとして岡田将生が、スキップを試みていたが、全くできていなかったことを暴露。観客からの質問コーナーで、スキップが見たいと言われてしまい披露しました。これは、ひどい。その時の映像を見つけたのでご覧ください。ひどいけど、かわいい。女性からはそんな声も聞こえてきそうな。ぎこちない様子ですね。後日、テレビドラマの番宣で共演の藤原竜也と共に、朝の情報番組、スッキリに登場した際に、MC の加藤浩次にスキップのことを突っ込まれ、ここでも披露しました。もちろん、できるはずもなく、恥ずかしそうに藤原竜也のところに寄っていったそうです。これはこれで、かわいい、の声が上がっていました。岡田将生本人はスキップ克服に向けて頑張ると意気込みました。そしてついにこのドラマ ST 内でスキップを披露することができたそうです。スキップができるようになったことも微笑ましい喜びですが、ドラマにそうした要望を織り込む遊び心が嬉しいですよね。これからはスキップできないなんて言われなくて済みそうでよかったですよね。